今度は広いおです。先ほどの狭い「お」よりも口を大きく開けむしろ「あ」に近い口の開きで「お」と発音します日本語のおはお「お」はおおフランス語の「広いは<お>」は「お」。 フランス語の方が日本語よりも口が大きく開いていることが分かります画面の口の形をよく見て発音しましょう今度は単語を発音してみましょう。 オムレッッオムレット、モードモードソールドソールドポルポール,ポールこのようにフランス語には「お」。 も二つあるのですが初めのうちはこの区別をあまり気にする必要はありません。